ジブラルタルのジューズゲートにあるヘラクレスの柱の記念碑。ヘラクレスの柱。ヘラクレスの柱は、ジブラルタル海峡の入り口にある岬に付けられた古代の地名。北のヨーロッパ側の柱は、ジブラルタルの岩と広く受け止められているが、南のアフリカ側の柱については、諸説あり、その中で有力な候補とされているのが、セウタのモンテアチョ、モロッコのムーサー山である。 古代ローマの地図の中世の複製ポイティンガーズに表されたヘラクレスの柱。ヘラクレスの柱という名前はギリシア神話の英雄ヘラクレスに由来している。ヘラクレスに課せられた十二の工業の一つに太陽オーケアノスの西の果てに浮かぶ島エリュテアに住むゲイリュオーンの飼う赤い牛をエウリュステウス王のところに連れ帰る仕事があった。エリュテアへ向かう途中。 アトラス山を横断しなければならなかったが、ヘラクレスは山を登る代わりに近道しようと考えた。それで、かつては巨人だった巨大な山をその海力で砕くことにした。ヘラクレスは不滅の土鉾、または梱棒を使って山をま、ぶたつにした。その結果、大西洋と地中海がジブラルタル海峡で繋がった。以降、 分かれた二つの山をひとまとめにして、ヘラクレスの柱と呼ぶようになった。ヘラクレスの柱は、地球の異なる地域に通じるもんあるいは、ゲートとして、あちこちで言及されている。カルタゴ提督ヒミルコは、マディーシー領域の調査に使わされ、その報告書に次のようなことを書いた。波と波の間の谷に、たくさんの海藻が育ち、それは、 しげみのように船の航行を遅らせる怪獣たちがあちこちでのろのろ動いていて、のろのろ進む船団の間を巨大な怪物がだらだらと泳いでいる。この描写は泥の海というよりはサルガス疎海のようである。プラトンによると失われた王国アトランティスはヘラクレスの柱の向こうにあったという。ヘラクレスの柱はスペインの旗印にも描かれている。この図案は 神聖ローマ帝国カール五世の有名な文章に基づいている。プルスウルトラというラテン語のモットーは、ヘラクレスの柱を地中海のゲートとしてより、他の世界への入り口として捉えたいという願望を示している。これは神話に出てくる世界の果てを示す柱に刻まれたケークノンプラスウルトラの反語のようでもある。さらにそのモットーは、 スペインがかつて海の向こうに所有していた領土も示している。ガデス島、またはガデーラ島の東海岸の近くにティルス人のヘラクレスと呼ばれるメルカルトの最西端の神殿があった。神殿の中にある高さ8キュビットの2つのブロンズの柱をこの場所を訪れヘラクレスに捧げ物をした多くの人々は本物のヘラクレスの柱だと公言していた。 とストラボンは書いている。しかし、ストラボンはその風説は疑瞞であると信じていて、その柱の名には、ヘラクレスのことは何一つ書かれていないと軽く触れ、あとは、フェニキア人がそれを作るのにどれだけの出費をしたかという、ことばかり述べている。ダンテ・アリゲーリは、新曲地獄編の中で、オデュッセウスが、ヘラクレスの柱を通過したと書いている。オデュッセウスは、 自分の目的は未知の地を得ることだということで、部下を危険にさらすことを正当化する。5ヶ月の航海の末、オデュッセウスは煉獄を発見するが、竜巻に飼い船は沈没してしまう。通貨のドルの表記は、コンピュータ上では S の表記に縦棒が1本であることが多いが、紙幣などでは2本の表記である場合が多い。この2本での表記は、 ヨーロッパとアフリカをつなぐ二つの柱であったヘラクレスの柱を表すという説がある。ありがとうございます。